カプコンカップは対戦型格闘ゲームの e スポーツ大会の一つ。主催はカプコン。2013年に第1回大会が開始されたカプコン公認の格闘ゲームの世界大会であり、2014年以降は世界各国で開催される公式認定大会、カプコンプロツアーの獲得ポイントにより出場が争われる。年間を通じて、 世界中を転戦するツアーによって出場権を得るため、カップコン主催としては最高峰の大会として位置づけられている。カップコンプロツアー、カップコンカップともに、米国内のグループ統括会社であるカップコン、USA、インクが管理する。メインにストリートファイターの個人戦があり、他にチーム戦、VS シリーズのタイトルの競技も合わせて開催される場合もある。 2013年度はポイント制ではなかったため未記載。大会によって稼げるポイントに差があるが、エボなどの巨大な大会ではポイント数は高い。2020年度は A、B シーズンと2つに分けて行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症対策のためにレギュレーションを変更。出場選手枠は32名32名によるダブルイリミネーション方式を採用。 全試合3試合選手で勝利。個人戦とは別に1チーム3人による団体戦、ストリートファイターリーグの日米代表によるワールドチャンピオンシップも同時開催。新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止代替として賞金獲得をかけたオンラインイベントカップコンプロトル2020シーズンファイナルを2021年2月20日から2月21日に開催。 カプコンカップ8と題して開催が予定されている。YouTube、Twitch、m イ l d o m 等の事業者によって、ストリーミングによるネット配信が行われている。ありがとうございます。